はいどうも、アシャルロチャンネルです。今回ですけども、今、試合をしてきまして、自分ショートを守りました。で、まあ、ずっと自分セカンドやってたので、まあスローイングの面で体をこう大きく使う投げ方っていうのはあんまやってこなかったんですよね。セカンドって正直こういう、まあ、スナップスローというか小さいスローイングをずっとしてきたので、まあ、ショートとかサードの場合で体を大きく使うのがちょっと個人的には苦手な部分があります。ですので今日はこういう小さいスローイングではなくて、体を大きく使って投げていこうかなと思います。まあ投げ方を注意しながらやってるんですけど、やっぱり癖ついてしまってるものがあるので、まあ、そこをちょっと個人的に修正しながらやっていこうと思います。では行きましょう。内野手の場合ってこう乗せてすぐ投げるんですけど、今回は少しこう乗せて時間を取って投げます。バランスねえな。自分の場合はセカンドとかの癖でこう体、肩が先に開いちゃうことがあるので、開かないようにしておいて、まあ意識としてはこういう感じでつなげてみます。やっぱりどうしてもなんか後ろがちっちゃくなっちゃうんですよね。もうこれはこれに関してはちょっともう染みついてるもんがあるんで、でもこうできないですよね、試合だと。
えー、いいね。まあそんな感じで大きく使ったので、まあ多分まだ全然使えてないと思うんですけど、もし今後サードとかショートやる場合は大きい使い方も必要だと思うんで、うん、また今後直していこうかなと思います。まあセカンド本当に中2ぐらいからずっと、中1からずっとやってまして、7年間8年間ぐらいやってたんで、まあその癖がちょっとついてしまったので、そこを直したいなと思います。最後塁間で投げます。ラストで、はい、というわけでですね、まあ、キャッチボールしたんですけど、
先ほども話しましたが、やっぱり悪い癖というか、小さい癖がついてしまっているので、投げ続けていくと今後怪我をするかなと個人的にも考えております。ですので、キャッチボールとかこういうあったかい時には少し大きく使うキャッチボールもしていこうと思います。あとはですね、自分の悪い癖としましては、この投げる方の左手が先に開きやすいので、ちょっと意識してこの投げる相手に向かって出すように、こういかないようにちょっと気をつけようかなと思います。多分まだなってると思うんですけど、今後ね、直していけばいいかなと思います。はい、というわけで今日はキャッチボールの動画でした。直し方とかいい練習法あれば下のコメント欄にお願いします。それでは今日の動画は以上です。終わりでした。はい、というわけで3月のプレゼント企画です。まずはクボタスラッカーの軟式用グローブ、型番は L7S となっております。ちょっと大きめの内野手といった感じで見てもらえるといいと思います。ラベルも立体ラベルに書いてあります。続いてこちら各メーカーのバッグになります。水野プロデュサント Z スラッガーの5枚セットを3名様にプレゼントします。着替えとか入れる袋になっております。続いてこちら楽天ギフトカードの3000円分です。各地スポーツとかでも使える3000円分の券を1名様にプレゼントします。最後はこちら3万人登録達成の記念 T シャツです。こちらはバンダイスポーツさんのキャラクターバンブルくんが印刷されています。こちらチャンネル登録&コメントで応募可能です。たくさんのご応募お待ちしております。ありがとうございました。ありあした、ありあした、今日も見て